さあ続いてのタイトルは日本人が持っている政治への矛盾。長崎県第1区国政改革委員の黒石亮太の龍太ごめんなさい黒石龍太のごめんなさいなんでやねんどうぞ。はい、皆さんこんにちは。本日は長崎から大阪の皆さんに伝えたいことがあってきました。通行中の皆さんも1分でいいのでぜひ聞いてください。皆さん政治家信用してますか？僕は全く信用してないです。お金に汚い、選挙の時しか出てこない、国民のことなんか考えてないと、これ長崎で話しても長崎の皆さんそう思うんです。日本全国の国民はやっぱ政治家信用できないなというふうに思ってると思います。ただここで日本人の大きな矛盾があって、政治家自体は信用してないのに、政治家が作った政策、言い換えたら国がやってること、国が言ってること、テレビが言ってるからそれ信用するんです。皆さんそう思いません？ギクッとなった方もいるんじゃないですか。政治家嫌いな人ほとんどですけど、政治家が言ってる、国がやってることはなんとなく正しいんじゃないかな、自分もやっちゃおうみたいな、そういった今日本人の大きな矛盾があるんです。この矛盾は私たちを幸せにすることはないんです。志がない政治家がいくら政治の世界にいても日本は良くならない、私たちの生活は良くならない。どんなに頭が良くてもイケメンでも可愛くても、そんな人が政治家やったって私たちの暮らし良くならないんです。本当に私たち国民のためにやるんだという志を持った政治家を一人ずつ政治の世界に送り出すと、そういった活動を私たち国民がやらない限り、この日本も政治も変わらないんです。そうですよね皆さん。ただ今までの日本には声を上げたくてもテレビの前でなんでやねんと言うしかなかったんです。私たちには、ただそれじゃいけないと、私たちの声を政治に届けようということでできているのがこの参政党なんです。既存政党と違って、政党の利権争い、権力争いのために組織票を利用して、国民を利用して票を集めるというような政党ではなくて、参政党は私たち国民がなんでやねんという声を政治に届けるために、使って使って壊れるぐらいまで使い倒すために、国民が使うためにあるんです。だから大阪の皆さんにも知っていただきたい、もう諦めなくていいんです。汚い政治家、嫌いな政治家を見て見ぬふりしなくていいんです。私たちが信用できる政治家を出すための場所はあります。沖縄から北海道まで参政党の党員が、国政改革員が政治家から言われてやってるんじゃない、国民の思いでやってるんです。ぜひこの参政党、大阪は政権与党をひっくり返す力持ってるじゃないですか。大阪からなんでやねんと政治を変えていきましょう。よろしくお願いいたします。